来ました。あとでねインスタグラムの方に投稿しようと思ってます。よいしょ。そう、そんな感じのワンピースを着ました。そう、見た目ね、なんか普通に上って下着てるのかなってなるんだけど、これ実はワンピースでございます。全身はまだ多分メールにしか載せてないかな。うん、似合う、やった。そう、このお洋服も通販で買ったの。安い感じの、安い感じというか、そう、安かった。そう、安、うん、そう、安、なんていうかな、プライスレスというか、いっぱい探しました、いろんなものをね、ママと一緒に。なんかプライスレスはなんだ。あ、逆だ。プライスレスは高価なことじゃん。あ、そうなんですね。普通に間違えたわ。まあリーズナブルって感じですかね。まあだから、あのお得、お得な、お得なというか、もうお洋服って高いじゃん。普通に買うと8000円とか、そう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 、8000円とかするけどね。やっぱりおしゃべり会ごとにお洋服を買うことが多いので、だからどうしてもね、私とてもケチ、ケチじゃないか、ケチじゃないんだけど、お金は大切に使いたいタイプなので、そんなにねお洋服とかもついつい安いものをって思って探しちゃう。うん。まあそんなにそもそも服買わないから、安いものっていうよりかは、なんか服買わないからさ。本当におしゃべり会以外で服全然買わないんですよ。最近だと生写真とかぐらいなんだけどね。でもね、似合ってるって言われたから嬉しい。全然服買わないって、なんかこれよく話すけど、本当に普段着に関しては全然、中学1年生ぐらいの時から着てる服とか全然今でも着るから。そうそうそう。一番昔のだと小学校3年生のスカートとか持ってるから。そう、うん、全然服はいっぱいあるんだよ。服はいっぱいあるんだけど、なんか大体なんだろう、普段使いはしない感じのおしゃれ着が多いから、本当になんか握手会ぐらいでしか着ない感じのものがたくさんあるんだよね。うん、でもそれを大体そういうのに限ってはさ、やっぱ高いからさ、あんまりね、ちょっとね、なんかね、お下がりとかにするのもあれだから。そうそうそう、だから普段着てるパーカーとか、なんか T シャツとか、あとデニムとか、まあそういうのがほとんど。うん、
に多分私そんなにお洋服に関してセンスがないとは思ってないんだけど、だからあんまり興味がないって言ったらあれだけど、あんまり興味がないんでしょうね。うん、なんか別に難しいな。うん、デニムってあんまり着ない？全然着るよ。え、全然デニムめっちゃ着ますよ。デニムパンツでしょ？普通にスキニーとかめっちゃ着ますよ。まあ同じのばっかだけど。ズボン、むしろパンツスタイルの方が多いから、スカートよりも。そう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 。あ、全然イメージないか。あ、ほんと。まあだから人前に出る時は、人前に出る時に結構あのスカートとかワンピースのイメージがあるかもね。全然履く、全然履く。そう、ひなた祭りの時デニムだったね、あれね。うん、そっか、ないか。まあ握手会で、だって握手会でなんかデニム着たらなんかみんな悲しむかなって思って。おしゃべり会とかもなんかね、なんかこう女の子らしい方が好きかなと思って、意図的にパンツじゃなくてデニム、あ、違う、パンツじゃなくてこうスカート系のものにしてたりするんだけど、全然私普段のお洋服はデニムばっかですよ。うん、土曜のおしゃべり会は黒いミニスカートでした。そう、セーターのティーと一緒にね。あ、デニムのスカートは持ってないな、あんまり似合わないかなと思って、あんま着ないな。スカートに関してはデニム、デニムだったらパンツの方が似合うのかなって。うん、全然着る。なんか上ふわっとしたブラウス的な感じのにデニムとかがほとんどかも、最近だと。マジでほんとそれが多いな。あとはなんか普通にズボン、うん、ね、そう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 。ジーンズは別にほんと1本2本ぐらいしか持ってないんだけど、なんかすごい形が綺麗なジーンズを1個持ってて、それが好きでずっと同じの履いてるかな。うん、そう、結局自分に似合う服っていうのをね、選んだりするのはまあまあ別になんだろう、苦手じゃないから。そう、なんか例えば今日着てる服とかはすごく自分のなんだ、自分に似合ってるんだけど、うん、ミニスカートレア。そう、ミニスカートなんて普段履かないでしょ女の子。リアルな話すると女の子ミニスカート履かないでしょ普通、普段。そりゃレアなんだよ。ミニスカートがどこまでミニ、みんなの認識的にミニスカートってどこまでなのか分かんないけど、だいたい太ももの、まあ、3分の2ぐらいだとしてミニスカートだと、あ、ミニスカート、その何、太ももの真ん中ぐらいかな。全然履かないよ。履かない、履かない、普段着で絶対履かないよ。 JK の制服、 JK の制服でさえそんなに最近は短くないよ。最近の JK は多分ね
どんぐらいだろう。なんか膝はさすがに長いけど、膝上5、6センチ、7センチとかだと思うんだよね。全然最近の流行りはメッキーロングなんで、もう普通にマキシスカートっていうのかな、くるぶしまであるものとか、なんかスカートでも膝上のところ、ほんと膝がちょっと見えるぐらい。でも全然ミニスカート最近見ないのよ、ほんとに見ない。うん、あのニキのさ、私のニキの衣装あるじゃないですか、あれがね多分ね多い、こんぐらいが多いと思う最近は。こんぐらい、こんぐらい。でみんなが思うミニスカートって多分さどんぐらいだろう。みんなが思うミニスカートって本当にそれこそ、うん、ちょっと難しいな、なんだろう、ミニスカート、ミニスカートないな、ミニってないんだな案外。ミニ、そもそもスカート履いてない私全然スカートを履いてないじゃん。なんだろう、あ、この前のか、あの制服風のやつ、いや、まあ、これでも長いけどね。多分みんなが思うミニスカートってさこれじゃない。こんぐらいでしょ。ニキもミニ？嘘。まあミニなのか。でもミニってもっとミニじゃない？そう、ワンピースが多いんですよ私着てる服。そう、ワンピースが多いからさ。ミニだからなんか普通に、なんだろう、まあこのクリスマスのコスプレの時もミニなのかもしれないけど、そう、これもミニなのかもしれないけど、みんなにとって、まあこれはそこそこミニだけど、でもね、なんかもっと短いのあったりするよね。だからミニスカートって言ってもいろいろあると思うけど、私はでも本当にそもそもスカートを着ないっていうのと、まあショートパンツはよく履くんだけど、うん、ショートパンツはよく履くんだけど、そうね、スカートはあんまり履かなくなりましたね昔に比べて。だってスカートよりショートパンツの方が似合うからみたいなとこある。そう、ユナコに足出せ、お前は足出せってよく言われるんだよひとちゃんは絶対足出した方がいいよってすごい言われるんだけど、らしいんで、うん、そうそうそう、なんかなんだろう、甘々よりもなんかちょっとこうカジュアルで、あのね、こうスポーティーとかじゃなくてカジュアルで、かつなんかなんだろう、シンプルナチュラルみたいな感じの服が
似合うんですよ私、どちらかというと。なんか柄もそんなになくて、まあ今日のお洋服もそうだけど、ガラガラっていうか、まあ、ストライプとか、そうこれね確かストライプなんだけど、これちょっと見づらい、これストライプなんですよ実はね、これストライプ、ストライプとか、なんだろうっていうやつで、かといって別にスポーティーとか、なんかこう普段着っぽい、なんかこう動きやすいとかそういうのじゃなくて、なんか本当にシンプルなものなの、シンプルなものが似合うって言ったらあれだけど、そうそうそう、あんまりガラガラフリフリしてない方がいいだと思うんですよね。てか私は普通にそれも好きで、何でも好きやけどね。そうそうそう、なんか色なし、色なしというか柄なしがすごい好き。うん、なんかでもなんか最近そういうの多いというかね、よく着てるのはそんな感じですよね。握手会の時、おしゃべり会の時は結構いろいろやってるけど、うん。7月18日はロリータでございます。すごいね、どうしようかなって思ってる。普通にさ、前回のシャーベットピンクの時と違ってね、先輩も同じ枠なんですよ、同じ部屋、まあ別の部屋だったりもするんだけど、そのだいたい同じ部屋に先輩もいらっしゃるわけ、いやなんか恥ずかしいなって思って同期に見られるのはまだいいんだけど、なんか先輩に見られるのちょっと恥ずかしいなって思って、まあでもしょうがないかって思って本気で準備しようと思いますけれど あ、めちゃめちゃ女の子の服買いました。いわゆる量産型みたいな感じのそういうお洋服なので、今日とはまた全然違う。ウィッグ買わなきゃ、ロリータ用の。よいしょ。で、そう、メールで書いたんだけど、そう、今日は誕生日のタイミングでいただく、生誕のね、生誕祭用の、ブーケをちょっとみんなにお見せしようと思って、よいしょ、はい、こちらですね、じゃーん、ブーケじゃないわ、なんだっけ、花冠だ、花冠、ありがとうございます。これをねちょっとつけようと思って、よいしょ、これどうかな、どうつけるのが正解だろう、こうかな、よいしょ、そう、メイクしてる時にねやろうと思って、よいしょ、よいしょ、えい、そう、整体院の方が作ってくださったやつでございます、ほいね、生誕祭が次私いつできるかわかんないんで何とも言えないんですけどね、ちょっとお誕生日からはだいぶ時間が経ってしまいましたが、よいしょ、そう、本当は当日のショールームでつけられたらよかったんだけど、ちょっとその時にはまだ間に合わなかったので、あ、ちょっと映んない、じゃん、あ、待って、もうちょい離れるか、よいしょ、はい、あ、高くすればいいのか、これじゃないわ、ほい、はい、こんな感じ、ちょっとね今このモノクロだからちょっとあれだけどありがとうございます
こう乗せ方合ってる？合ってる乗せ方。かぶれてないかもしれない。もっとこう？違うよね。と前髪が乗せるだけ。こうか。いや横でもありなしか。よいしょ。多分みんなが思ってるより私の頭が大きかったんでしょうね。乗せるだけ。こんな感じ。ありがとうございます。深くかぶるのはね確かに変ですけど、ありがとう。そうでね、増加のオレンジのなんだろう、オレンジのこれガーベラなんだろう、ちょっとわかんないや。バラとか赤のバラとかね、お世祭を基調で作ってくださいました。逆だと思う。え、どういうこと？え、どういうこと？こう？こういうこと？え、どういうこと？どういうこと？逆って何？こういうこと？横？え、いや後ろに合ってるよね多分ね、これね。逆って何？逆って何？合ってるよねこの付け方、後ろ、これが後ろで合ってるよね。こういうこと合ってるかな。ありがとうございます。で、あともう一個がこれね。生誕の横断幕、横断幕なのかなこれ。タペストリーみたいな、タペストリーでもないんだけど、もうなんか普通にこれ持って外歩いたんだけど、なんかアニメート帰りみたいな感じになっちゃった。これこちら、一応これ生誕、あ、タペストリーだわこれ。生誕の横断幕になっております。はい。ちょっと見えないけど、ちょっとこちら。あ、ちょっと見せらんない。はい。のダイヤモンドの、ダイヤモンドのかきらめきとともに、映らない、響け始まりの歌でイラストともともに作ってくださいました。ありがとうございます。でかい。ノナダイヤモンズの衣装とポニーテールとですね。ありがとうございます。そう、あの一つだけちょっと聞きたいこととしては、これ生誕のタペストリーだよねっていうツッコミを一応しといた方がいいかなとは思ったんですけど、誕生日おめでとうどこもないっていうのはちょっとおもろかったんですけど、でもまあ実際始まりの歌に関しての始まりの歌
に関してもやっぱり私の中で一番大きなイベントなので、すごい嬉しいです、ありがとうございます。そうこれ一応生誕よなって思いながら確認したんだけどちょっとおもろいよねそこね、ありがとうございますね。ほんとシングルリレース記念 の, だあの横断幕というかタペストリーですけどね、ありがとう。確かにもうこれはプレゼントですよね、自作タペストリープレゼント、ありがとう。よいしょ、まあでもね、ちょっと待って、ほっ、よこれでかけとこう。かなり大きい、うんとね、どんぐらい？どんぐらい？100センチぐらいあるんじゃないの？1メートルぐらいありそう、縦。ちょっと今台形スカートしか見れないんだけど台形スカートでしかないんだけど今、ごめんね。よいしょ、よいしょ嬉しいね、ありがとうございます。すごい衣装のさ、衣装っていうかネックレスなんだけど、ネックレスのめっちゃ細かいとこも多分これほぼ一緒だわ。なんかね、そのネックレスみんな違うんですけど、そうね、お誕生日おめでとうの生誕花冠と、まあこれは多分ですけど、始まりの歌リリース記念のタペストリーをねいただきました、ありがとうございます。あ、ちょっと映るあのネックレスってダイヤモンド入ってるの？それは知らないな入ってんのかな、入ってるとしたらちょっと大事に扱わないとだな。あー、終わった、落ちね、ありがとうございます。入れ、そう、そう、これをねみんなにねご報告じゃないけどお披露目したかったから、そう、衣装はね NGT 劇場にはないので、そう、全然好きなタイミングで着れるわけじゃないんですけどね、だからネックレスもイヤリングも全部あっちに入ってるんだけど、よいしょ、よいしょ。確かにフラダンスは踊ってほしそうだけどね、ちょっと色がね色が私赤とオレンジっていうイメージカラーなばっかりに、確かにちょっとなんかアロハな感じありますけどかわいい。でもにどうぞ、使いやすそう。ちょっと服と合わないな黒い服と似合わんかったわ。よいしょ、もうちょっとね顔がだいぶメイクが落ちて、ちょっともうね疲れた顔してますね。待って、ハワイの、なんか待って、何そのギフト、あ、ハイビスカスか、
ギフト。え、同じじゃん。そのなんだネックレスみたいな。あ、待ってくれ、どれ、あ、大丈夫か。同じだ。そんなことある？ありがとうございます。そんな、多分ネックレスかなんかなんだろうね。あのハワイでここかけるやつだね。へえ、へえじゃないか。ありがとうございます。別にギフトがあることに対してのへえじゃないもんね、今の絶対。ありがとう。よいしょ。レイ、あ、レイっていうの、あれ、このここにかけるやつ。あ、そうなんだ、知らんかったわ。全然知らんかったわ。あ、水飲みたい、水飲みたいよ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 。あれ、よいしょ、よいしょ。お、これ、ぜ、ああ、生き返った。よいしょ。待って、どうしよう。よいしょ。フラダンス。フラダンスの話まだしてる。ハワイはまあ行ったことありますけど、2回かな、2回あるけど、フラダンスどうだったかな、やったことあったっけな。なんかディズニーのさ、スティッチのなんか、なんだっけ、わ、なんだっけ、なんかこうレストランがあって、でキャラグリーティングできるレストランがあるんだけど、ごめん全然ハワイ関係ないわ。そう、あのリロのやつね。あそこでなんかね、ちっちゃい頃に子供たちはみんな前においでみたいなやつがあって、それでちょっと踊ったな、みんなで。でも別に本当に本格的なダンスとかじゃないよ、普通にみんなでね、真似して踊ってみようみたいな、そういうやつ、本当そういう、なんだろう、イベントの企画みたいなので、でもそういうのでやってましたけどね。それぐらいしか記憶にはないかな。やったことあったかな。いや、ないと思うよ私。うん、バイハー。そう、全然東京のディズニーの話ですけど、東京つうか浦安っていうか、あのあそこのね、スティッチのご飯屋さんいいんですよ、めちゃくちゃ。そう、あのメンバーじゃないわ、キャラクターが会いに来てくれるの。そうで、写真撮ってくれるの一緒に、確か。そうね、いいのよ、予約必須なんだけどね。だからちっちゃい頃は毎行くたんびにね、そう行ってました。そうで、なんかコース料理なのかな、一人一人のコース料理みたいな。そうそうそう、今もやってるのかな、わかんないや、どうなんだろう。何歳くらい、ね、多分ね、10歳とかもっとちっちゃいかもしれない。でもなんか普通にちっちゃい頃、普
通にちっちゃい頃でもあるな。10歳はないかな、9歳8歳とか多分そんな感じかな。最近はディズニー全然行ってなくて、一番最近行ったのはつぐちゃんと一緒に行った時かな。つぐちゃんと午後のお友達と一緒に行ったんだけど、そうそうそう、その時はもう全然時間なかったからあんまりゆっくりできなかったんだけど、そう、うん、多分それ以来行ってないかな、ディズニー多分。あら、初見さんはじめまして、ありがとう。多分そう、双子コーデ、そうディズニーシーだしね、それね、そうダッフィーとシェリー・メイの双子コーデをして、だから行きたいんだ、またディズニー行きたいの、本当にマジでめっちゃ行きたいんだけどね、スケジュールが分かんないじゃんあのそうなんですよ、スケジュールが分かんないから、じゃあ今なんかこう何チケット取らなきゃいけないのよ、事前予約みたいな感じで、突発で行けなくて1ヶ月前かな、1ヶ月前にその予約しなきゃいけないんだけど、1ヶ月後何やってるかなって私マジで分かんないのいや今じゃあこの日予定ないからこの日入れちゃおうって思っても分かんないし、来月の公演の予定なんてもう1ミリも分からないから、だから何もできないんですよっていうのがずっと続いて、結局できてないですね、うん、いけてない、そうそうそう、確かに当てるのも大変なんだけどね、うん、私アナ雪めちゃくちゃ好きだから、ディズニーシーに新しくあのパークができるんで、パークっていうかあのなんだっけ、そうあるんですよ、新しくできるんだけど、アナ雪とかあとラプンツェルとかだったかな、プンツェルだっけとか、なんかね、そうあのまた新しい、そうできるんですよ、だからさ行きたいんだけどね、それが完成するの多分あと 1,2 年ぐらいだと思うんだけど、ベルも行けてないしね、そうエリアだ、そうエリア、エリア、うん、確かにまたね、おしゃべり会もね分かんないもんねしかもね9月とかのね日程なんてねまだ分かりっこないもんね、さね2ヶ月先とはいえね、だからディズニーと違う点に関してはおしゃべり会は比較的電波さえあればどこでもできるってことかしらね比較的ディズニーは行かんきゃいけんからね、おしゃべり会を夢の国、どういうこと、インディズニー、インディズニーランドシーでおしゃべり会、それはそれはディズニー楽しめばいいじゃないのいやでもね正直すごく好きなんですよね、バックグラウンドのなんかストーリーとかね、やっぱね面白いんですよディズニーに関しては。プロメテウス火山っていうディズニーシーの真ん中に火山があるじゃないですか、なんだっけ、セントアブジアースかの火山は、あれは実は周りがタイムなんていうのかな、そのね見る場所にどこから見るかによって全然変わって見えるんだって。そう昔は火山が活発に動いてる時はすごいあの石とか火山灰が降ってきてるよっていうオブジェクトがいっぱいあるんですよ。なんだけどなんか右回りだったか左回りだったかどんどん行くと少しずつ火山の動きが
落ち着いてきて、そうオブジェクトなんだよ、別に実際火山があるわけじゃないんだけど、その最終的にはもうなんか緑が生い茂ってるみたいな、面白いですよね。なんか本当にそうだから、なんだろう、どこのエリア、どこのエリアから見るかによってまた全然違って見えるとか、面白いよね。うーん、 C はねそういうのが多いんですよ、ストーリーが。うーん、ね、すごいよね。ね、なんか他のエリアとの関連性、それこそタワー・オブ・テラーとかも、タワー・オブ・テラーだよね、落ちるやつ、ちょっと名前ど忘れしちゃうんだけど、タワー・オブ・テラーもあれめちゃくちゃ深いなんか物語があるんだよね。そう、ハイタワー三世っていう人だったかな、が作ったホテルなんだけど、そうなんかどっかから買ってきたシリキントゥンドゥだったかな、そうシリキントゥンドゥ、なんかそんな感じのね、そうそういうね、なんかこういわくつきの置物をこう買ってきてしまったがためにだったかなんだったか、ちょっとその辺忘れちゃったけど、そうそうそう、それのね、その呪いによってエレベーターに乗ったら、そのハイタワー三世が最上階から突き落とされて、エレベーターごと、そう、それでそうハイタワー三世死んじゃって、で今では時代が流れて、そのホテルに私たちゲストね、お客さんがこうなんていうの、ハイタワー、あ違う、ホテルハイタワーツアーみたいな、なんかねツアーなんだよ、設定としては、そのタワーブテラーのそのハイタワー、ホテルハイタワーっていう物件の中にツアーをしに行くっていう、そういうストーリーらしくて、だから結構ねなんかお姉さんたちがこちらですみたいな、なんかそういうのあるんですけど、でなんかハイタワーに幻聴かなんかで止められるんだけど、でも結局乗ってしまって、で突き落とされるんだけど、私たちゲストはなんとか生き延びられるっていう、そういう確かそういうストーリーだったと思いますね。そう、ホーンテッドマンション、まあ、ホーンテッドマンションはもうちょっとねなんかね諸説あるんですけど、うん、キャストさん発信の物語とかあるんです、あれめちゃくちゃ面白いんですけど、そうあれはね調べれば多分出てくると思います。なんか結婚相手を何度も殺したみたいな、そういう話なんですけど、あれめちゃくちゃ面白いんですよ。でなんかその一人目の奥さんに呪われて最終的に首を吊るっていう、そういう主人の話みたいな、なんかねそう怖い話なんですけど、ホーンテッドマンションのハロウィンからクリスマスのあの期間じゃないやつの方のね、もう普通のホーンテッドマンションのやつなんだけど、それはあくまで非公式ではあって、キャストさんが発信で自分なんか作ったファンメイドのやつらしいんだけど、そう面白いよね、そうめちゃくちゃ面白いんですよ。興味湧きました。うん、あとなんかねあれもあるんだよ、スプラッシュマウンテン、クリッターカントリー、ディズニーランドの左上にあるスプラッシュマウンテンのクリッターカントリーとかもバックグラウンドストーリーみたいなのがあって、そう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 、なんかねこのキャラクターが、そうこのキャラクターがこういうことをしたせいでどうなったみたいな、そう面白いんですよね。うん、なんか全体的に小動物が住めるサイズのもの、
なんかよくよく見ると家が建ってたりとか、なんかそういうのがあるらしいですよ。すごいよね。うん、いや全然もっと私よりも詳しい人はいっぱいいるけどでも調べると本当にたくさん出てきて、裏設定とか実はこうとか、なんかねそういうのたくさんあるんですよ。で行けないからこそいっぱい調べちゃったりするんだけど、あと一個面白いのとしてはね、ディズニーランドの話なんですけど、ディズニーランドって、まあ、行ったことある方ならちょっとあ確かにってなるかもしれないけど、最初ねチケット切るじゃん、で入るじゃん、でなんか広いお庭みたいなのがあって、中にワールドバザールっていうお店がずらーって並んでる道を通って、その先にシンデレラ城があるじゃないですか。わかるかな、入り口、本当に入り口のところなんだけど、お店を通って奥にシンデレラ城が見える。あれって実際の距離よりもめちゃくちゃ長く見えるのね。シンデレラ城がめっちゃ遠くに見えるんだけど、それは実は目の錯覚で、そう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 、なんかなんだっけな、どっちだったっけ、そうそうそう、目の錯覚なんだって。ちょっと高いんだったか低いだったか忘れちゃった。そうだね、そう目の錯覚なんだって。多分天井を高くしてってるのよ、入り口よりもどん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 天井を高くしてるから、確かになんか奥に見えるとかそういう錯覚だった気がする。そうそうそう、で実際シンデレラ城の高さって50メートルぐらいしかないのよ、あれ実は確かなんか50メートルだったかな、50メートルだった気がするな、あ58メートル、あ51メートルだ、51メートル。これなんでかっていうと、52メートル以上だったかなんかの、そのもうちょっと高いかなんかね、いくつかのラインを超えると日本の法律では建造物にランプをつけなきゃいけないんだってだからなんだ、ちょっと景観を崩しちゃうじゃないですか。そんななんかさ、あのランプついててさ、ヘリコプター避けるようにビゴビゴンついてたらさ、ちょっとねなんか台無しになっちゃうからっていうので、ギリギリのラインの高さを作って、でもさシンデレラ城ってめちゃくちゃさ高く見えるじゃないですか。そう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 、これなんでかっていうと、上にあるにつれて部品ちっちゃいんですって確か高さ違うんだって。すごくない？めっちゃ面白くない？確かそうだった気がする。なんかね、確かそうなんだよ。そうそうそう、なんか同じタイルの大きさ、同じタイルの大きさだなって錯覚は見えるけれども、実際は上の方がこう縮小されてるんだって。面白いよね、錯覚面白いよね。本当になんかそういうのいっぱいあるんだってさ。うん、でワールドバザールのお店ってだいたい1階建てなんだけど、ワールドバザールの高さも、あワールドバザールのお店の高さも、あのね同じ方法を使っていて、こう普通3階建てって言ったらさ、ちょうど3等分じゃないですか、123って。なんだけど実際は123なんだって。なんかね、そのなんていうの、どんどんね3階建てとか2階建てになるにつれて縮小されてるんだって。で実際は
実際の2階建てって同じ高さだけど、あのワールドバザールのお店たちはビルに高さを持たせるために1階がこれだとしたら2階でこうしてるので、実際は2階なんてないから2階は本当にただのハリボテなんだけど、そうすごくない？そうすることによって下からどっちにしろ人間は見上げるから高く見えるんだって。めちゃくちゃ面白いですよね。多分なんかデザインとかそういうのとかもあると思うんだけど、超面白い。そうそうそう、本当に錯覚って面白いよね。お休み村撮りますねお休み村撮ります。そう、3階建てだったか2階建てだったかちょっと忘れたけど、なんかねそういうのあるんですよ。いろんなところで錯覚あるのよ。本当面白いよね。よいしょよいしょ、撮ります。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。本日はオンラインおしゃべり会でございました。イエーイ。今日はね大人っぽいお洋服着させていただきました。そして今頭に乗ってるのはこれ生誕の花冠でございます。ありがとうございます。本日のねショールームでね初披露させていただきました。ありがとう。生誕祭開催できるといいな、楽しみです。それでは皆さんまた明日、おやすみ村あ、くしゃみが出そうでなんかすごい駆け橋になっちゃった。入ったかな、大丈夫かな。くしゃみが出そうだったからすごい駆け足になっちゃった。あ、ギリ取れてた。くしゃみは入ってなかったですね。すいませんすいませんすいません。はい、755投稿しております現在。そう、ちょっともう鼻がムズムズしてしまってくしゃみ入れ、くしゃみごめんなさい助言さんこんばんは、ありがとう。でもちょっと鼻ムズムズしちゃったんよよいしょ。あ、みんな NGT48 物語やってくれてますか私は2ルーム目に入りましたけれどもね、7月7日までなので皆さんねお忘れなく、よろしくお願いします。イエーイ。わーい、あ、もうクリアした、すごい。エピローグ買うか迷ってる私、頑張れみんな。4人両エンドクリアすごい。ちょっと私さすがに4人できなかったわ、なんか全然間に合わなかった。なんかできればやりたいなって思ってたんだけど全然できんかった、全然間に合わんかった。そう、ちょっとせめて自分のだけはぜね 見なきゃって思って頑張って進めておりますけれどよいしょ。ね、ギフトもありがとうございます。ちょっともうねまだ755統合できてないんですけど、団長読ませていただきます。13位台湾中心さん、12位犬くんさん、11位伝えちゃんさん、10位くじちんさん、9位こたつ猫さん、8位ラブストーリーなんて似合わない K さん、7位ひろしさん、6位ひよりげたさん、5位星太郎さん、4位突破球さん、3位のりさん、2位としさん、1位竹林さん、ありがとうございます。お、755投稿された。このラブストーリーなんて似合わないっていうのはどうやらあれらしいですね。始まりの歌の黒沢さんがインスタライブでおっしゃってたらしいんだけど、始まりの歌の最初の止まらちょっと喉止まらない胸の高鳴りは
のところの仮歌の歌詞がそれだったらしいね。どういうこと？ラブストーリー、ラブストーリー、ラブストー、ラブ、ラブストーリーは、ラブストーリーは似合わないみたいなこと？そういうこと？あ、ラブストーリーなんて似合わないか、なんてだもんね。へえ。あ、もう時間ですね。ありがとうございました。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。それでは皆さん、また明日。